さあどうもということで、まあ、最後の動画なんですけども、はい、よしこさん、引退されてから、はい、どんなことされました？なんかもうセカンドキャリアとして。俺、ハウジング会社で働いたよ。福島 の, たあの建物を建てるところ、ハウジング。釘打ってたんですか？打ってない。打ってない、うん、打つのうまい、うまそうですけどね。なんで芯は外さないみたいな。いや、本当に山内さんに言われたもん。釘はこうやって打つやろって、バットもこう使うんやぞって。あ、そうですね、言われた、バットはこう使うんやぞ。え、そのなんでそこに働いたんですか？え、やめて考えてないよ俺、セカンドキャリアなんて。まあタレントもやったね。 あもちろん。だって一緒にコマーシャル出てたじゃん。そうやな、モルツの、うん、呼ばれました？それから呼ばれてない俺。あれたら全然全然呼ばれなくなりましたよね。呼ばれてない？呼ばれてない。好き嫌いだ。いや、でもサントリーで最初に初代の、そうやろ、思うでしょ。そうやろ、二人で。いや、初代のコマーシャルでしょ。そうだよな、出た人呼ばないってどういうことみたいな。そうなんや。おサントリーってそんなに一番最初やもんね、ユタが俺とな。いや、そうですよ。セカンドショートが二遊間で、でサードがキングアッサンで撮影してな。はい、そうそう、あれだけやね。あと全然呼ばれてない試合でも。おかしいでしょ。多分あるんだと思う。いろんな、俺もなんかあるんだろうなと思います。もうあるやつに嫌われたか、うん、もう俺もあるやつに嫌われたっていうのは大体分かってるんですけど。そうだろ。でもそうじゃないでしょ本当。いや、サントリーってそれ何だろう。いや、サントリーっていう会社じゃないんですよ。それを仕切ってるやつらの中に誰がいるんですよ。そういうことやんな。だからやったから、わーってな、二人でな、 CM 出てみんなでな。そしたら試合始まったら一斉呼ばれない。な、もう最初は出てましたよ。出てた？俺最初から出てないの。いや、よしこさんは多分コーチのユニフォームかなんか着てたんですよ、ロッテからの。そっか、多分ね、そういうのがあってなんですよ。でも一応お伺いは立ててほしいじゃないですか、うん、ずっと話は聞いてないもん。そういう義理って大事ですよね。まあ、だってモルツの最初から始まってるわけだから。そうだね、ね、うん、みんな知らないだろもうそれ。まあ、知らないと思いますよ。でもそういう歴史は大事じゃないですか、うん、だから全然俺呼ばれたことないもん。なんか恨み節になって聞きました、ね、そうやね、うん、たまにはいいんじゃない。まあでもハウジング会社に勤めて、うん、その後なんですか。で今度それ辞めた後福島に行って、福島でそういうちょっと仕事して。どうでした、野球終わってそういう会社に勤めるって。やっぱ辛かったでしょ。楽じゃないよな。いや、まあ知らないことですからね。いや、でもその社長が良くて、すごい自由にさせてくれたから良かったけど。それ営業をやってたんですか？営業もしないよ。何やってたんですか？でたまに会社行って机を座って。それ役員、そうそうそう、に入れてくれた、うん、ということですか？うん、で何かあった時に会議に出たりだとか。そうだから。でも言うこと分かんないじゃん。分かりました。でもね、 2x4 とかさ。はい、まあそういうの勉強してたんですよね。そういうの聞いてさ、ああでよくさ、ウェルズホームって言うんだけど、ああ福島の、ああその社長が北海道でそういうあれがあるわけよ、展示会が、はいはいはい、でそういうところに連れてくるわけ。ああ、どこどこ行こう、どこどこ行こうって。でゴルフして遊んだりとか。ゴルフもうまいんですか？下手やな。まああんまりスイッチでやります。いや、あんな右です。右ですか、うん、そうそう。ゆうたくんうまいだろ。いや、そんなにうまくないですけど。いや、それでまあ、ジンギスカンの、うん、ジンギスカンヨシヒコっていうのがあって、ホルモンヨシヒコとか。で、YouTube があって。そうで、今なんですか？福岡で役員でいさせてもらってる。そのハウジング会社の、うん、福岡の会社で、違う会社で。結構、ね、じゃあ結構悠々自適ですか？というより人に恵まれてる俺、うん、すごい。まあ、ヨシヒコさんはどちらかというと、うん、敵味方はっきりするタイプですもんね。そうだね。うん、でも最近はグレーが増えてきて大丈夫。グレーが一番危ないっていうの知ってます？混じってくるのか、白黒。いやいや、グレーが一番危ないですよ。本当に気をつけてたらいいですよ。本当にそのグレーじゃなくて、ああ要は好き嫌いが。分かりますよ、分かりますよ。好き嫌いがちょっとこうなってきたなったらね、うんうん、でもどっちつかずっていうのは一番嫌いなタイプですからね。ないね、それはないね。だから近づかなくなるもんな。いやだったら出てないからな、正直。まあそうですね、うん、ジンギスカン儲かってますか？そこそこじゃない。おー、うん、じゃあいいですね、うん、で、YouTube の方全然気にしてない。いや、気にしてくださいよ。
全く気にしてないもん。でも吉子さんのジンギスカン屋さんと、うん、チャンネルのリンクは貼っときますから、うん、概要欄にうちの。あ、ありがとうございます。だからどん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 こう見てだから、ね、もらえるように。 なんだ俺ね、そういうとこがあるよね。だから何ですか、 YouTube でどうだこうだとか、人見知りがあるのかな。人見知りはある方ですか。あるんじゃないかな。どこら辺がですか。だから豊かは好きだから出るし、はい、喋ってもいいやん、はい、だからそういうのはなんか自分の中で区別してしまうのかもしれない。で、じゃあ誰かだったら伸びますよって言われて、この人って自分がえと思った時には、その体力を使うのや、うん。まあ疲れますもんね。うん。うん、確かに。ずっと悩むようになるもんね。どうしようかってもしもって。野球であんなに悩まなかったのに。で、豊かなんかあったら悩まずにパッてきて、はい、こう話ができるけど、はいはい、そういうとこあるから。エラさんとかいいんですか。全然いいよ。キヌガさんとかはどうだったの。大丈夫。大和浩二さん、いや別に付き合ってないだけ。その言い方もうまくなりましたね。付き合ってないだけみたいな。もう思いっきり嫌いだって言ってるのと一緒じゃない。違う違う、そういうわけじゃない。これ面白いんで、さっき言ったら外野、あ、外野手、あ、俺たち内野手や、あ、でピッチャーも内野手と一緒やだけ、近いやん。だから苦労が分かるということですか、うん、なんとなくこう仲間意識が。で、ここなんだよな、3人、はい、別につるんで歩くわけじゃないわけで、そういう面では要は付き合う必要なかったっていうのが全てかな。で、あの頃のカープって強かったけど仲良くはないからね。いや、強いチームって決して馴れ合いで仲良くないですよね。仲良くないもん、うん、達川さんもあれ仲良くないでしょ。まあ普通だったね、喧嘩する前まではどう普通なんですか。別にタッチインとかさ、結構吉川さんのフレーズでカッケンとかチンとか蹴ったんとか、ね、蹴ったんとかみんなそういうあだ名あるけど、豆とかな、まあまあ、豆、長島のこと豆やろ。吉川さんは何て呼ばれたんですか。よしやね。で、後輩からよしこさんになるやろ。ああ、で普通によしなるし、うん、なのかな。でも野球選手のセカンドキャリアっていろいろあると思うんですけど、うん、やっぱり YouTube って一つの職業になると思うんですよ、うん、そうらしいね。だから吉本さんも後輩のことを思うんだったら一生懸命やってある程度の目標になっておいてあげないと。ああ、そういうことね。いや、そうですよ、うん、ちょっと考えようか。いや、いいんだよ YouTube は。ってなんか寂しいじゃないですか、 YouTube 撮ってんのに今。いやいや、こう、いや、そういう気はないよ俺。でも YouTube もでもみんな面白いって言ってくれるし。なんで YouTube 始めたんですか。じゃあ会社で YouTube しようって言われたから。言われるまがまま、まま週にどのぐらい上げてます。週に3本ぐらい。3、4。あ、登録者は何人ぐらいですか。今7000。あ、ちょっと増やさないかんですね。どのぐらいになったらいいわけ。いや、まあ10万一応目標じゃないですか。10万、10万だったら縦がきますから。あ、そうなの。はい、YouTube から。え、見せましょうか。え、そんなのあるの。ありますよ、まあこういう高木豊で。へぇ、じゃあ貸して。はい、わ、すごいね。まあ一つのね、まあ目標でもあったし、うん、はいはい、誇りになってますね。誇り払えよ。そうですね。お金払ってもらえれば。あ、すごいね、はあはあ、だから一応これ吉岡さん目標にしましょうよ。まあいいね、こういう目標だったら。いやいや、本当に本当に。で、どのくらいで10万いったの。10万いったのは1年ぐらいでいきましたかね。は、いや、僕最初だったんですよ、野球の YouTuber。 うん、それ早かったよな。早かったです。いや、それでまあ徐々に増えていって、うん、で一気に来たのはやっぱちょっとコラボして、うん、でゲスト呼んで、うん、ここはバーンと来て10万円いってくれました、ね、コラボかやっぱだな、うん、まあ一人でやるのもいいですけど、まあ一つ柱が話の中にあればいいですけど、うん、そうだよな、うん、ただなかなか柱って立たないんで。で、見てる方は飽きるもんな。そうなんですよ。そういうことね。だからせっかく見てもらえるんだったら、まあいろんな人とコラボやって、うんっていう楽しみ方も一つの手かなという。わかりました。はい、これ目指すわ。そうですね、うん、で YouTube にね、概要欄に吉岡さんの YouTube のあれとか
ジンギスカンヨシイコ、これはどうか、春かどうか分かりませんけど、でも味はね、もう間違いなく美味しかった。美味しいよな。美味しい、うん、で最後の締めまで言ってください。あのアイスがうまい。あ、そうやろ。うまい、うん、ラーメンもうまいんで。あ、そう、ラーメンがね、そう、あのカレーもうまかった。そう、カレーとラーメン。ちょっと待って、肉そっち行っちゃった。いやいやいや、肉食べた後ですよ。それとね、やっぱこうちょっと小ぶりなんで食べやすい。そうやろ、最後の締めが、うんうん、美味しいよね、うんうん、ぜひ行ってみてください、はい、お願いします、ね、どうもどうも、なかなかありがとうございます。いいえ、またコラボあ、よろしくお願いします、はい、ちょっと俺これあれするわ、目標に。そうですね、10万、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。